中国国際貿易センター第3期は中華、人民共和国北京市浅区に位置する超高層ビル。略称は国防産期。北京の新たな都心である北京 CBD 内の建国門外大街と東山間路の交差点に面する中国国際貿易センターに位置する。地上74階建て、地下4階建てでエレベーター30機を数える。 このビルは1985年から建設が進んできた国防センターの第3期にあたり2005年から建設され2007年10月29日に地上330メートルまでの登場が行われた2009年初頭に竣工したデザインはニューヨークの旧世界貿易センタービルに類似しており世界貿易センタービルと同じスキッド・マー・オーウィングズアンドメリルが設計した ビル内部はオフィスと5つ星9のホテル270室、1600席の大ホールが入居し、低層階には商業施設が入り大きなショッピングモールとも直結しており、地下には大きな駐車場もある。オフィスは1階から55階までを占め、56階から68階まではホテルが入り71階にフロントが設けられている。72階から74階は、 レストランと展望台になっている。シンドラグループ製の高速エレベーターが最高秒速10メートルで72階までを直結している。完成当時、北京市内で最も高い超高層ビルであったが、2018年に中国村が完成し、高さを大幅に抜かれた。ありがとうございます。